はい、ということでしんくん運動会終わりました。お疲れ様でした。でも残念だけど赤組は負けちゃったね。でもロックソーランかっこよかったじゃん。で、えいしんくんね、今日は何の日か知ってますか？結婚記念日でしょ。そう、パパとママの結婚記念日なんだ。なので、実は今日からお泊りに行きます。国内？国内だよ、一泊しかしない。一泊？あ、そうか。ディズニーのミラコスタ。そうで正解。ミラコスタに一泊だけします。はい、はい、で明日ディズニーシーに遊びに行きましょう。イエーイ。じゃあ行こうか、準備してね。ミラコスタ到着しました。イエーイ。ここからお部屋に向かいましょう。上に参ります。それはないね。ないね。ないね。あら、5階だよ。はい、ともちゃん。行った、はい、どれ？これ。あ、本当だ、隠れミッキー。ここにも初隠れミッキー。今回すごいね、壁にこうやってちゃんとほら絵描いてる。隠れミッキーだ。隠れじゃないね、これ。行こう。おお。さあ、うわあ、すごい。すごい。え、すごい。うわあ。すごい。めっちゃリッチじゃん。すごい。すごい。あ、見える。見える？パーク内見える？うん。見てよ。ちょっと待って。おお、本当だ。あ、見える見える。すごいすごい、パーク内見えるね。え、ちょっと待って、こっからショー見れるんじゃないのってくらい。ギリギリだな、この角度はね。うん。ちなみにね、このお部屋ね、ポルトパラディーゾサイドスーペリアルルームピアッツァビューだって。もう開くみたいよ。うん、開いた。あ、ちょっとね。うん。あ、でもいいね、ちょっといいね、パークの音が、雰囲気が。ここも、こっちも。いやー、よかった。ということでね、今日はここに一泊しますよ。うん、すごいなこれ。めちゃめちゃ綺麗なんだけど。うわ、リッチ。ここは、ここが、ここお風呂。お風呂めっちゃ綺麗。お風呂が、めちゃくちゃ綺麗。こっちがおトイレ。おトイレ一応見とくか。うん、綺麗。あ、この中に隠れミッキーいそうだね。でもこのね、洗面台がめちゃめちゃ豪華で。すごいね。すごいよ。使いましたか？うん。どこあったか。お、35周年号が来るといいね。うん。普通のだね。うん。帰りは乗れますように。部屋でファンタズミック見たいってことで、うん、本当は食べるつもりだったんだけど、うん、買って帰ることにしました。はい、クワイナでハンバーガー今待ってるとこです。はい、ノリノリや、ノリノリか。今度こそ35周年がいいね。うん。普通車で部屋に戻ってきました。これからファンタズミック。おお、人がいっぱいいる。始まったけど全然見えない、全然見えない。でも音はすごいいいね。じゃあご飯食べましょう。はい、ちょっとだけ見えた。イエーイ。なんだー。はい、ということで今日はですね、結婚記念日でミラコスタに泊まっているという動画でございました。え、しんくん便乗でございましたね。はい、はい、で明日はディズニーシーに行きます。楽しみだね。うん、だけど明日公開される動画は、ここであの
宝物探しゲームやったので、うん、その動画になりたいと思います。はい、ディズニー視聴者の後かな、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達も教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。